やっぱり基本構造は定常と同じだね。はい、でもこの感覚、悪意を近くに感じます。油断せずに行きましょう。今度こそ終わらせるために。いつもありがとう。まだ先がありそうね。歯ごたえもそれなりにあるし、私は大歓迎だけど。頼もしい限りね。そこだ。おそらく。さあ、始めるか。せよ。待ちなさい。ほら、ゆるた。はっ。面白そうな感じだね。
群れてやがんな。スーちゃん、ナディアちゃん、大丈夫です、きっと取り戻せますよ。ごめんね、ありがとう、スーちゃん。いい、帰るぜ。後ろだ。ダメか、気配は完全に殺したつもりだったが、白金の牽制までいる以上は、いや、バンの嗅覚もごまかせないか。奇襲、いつの間に背後に。昔のヨシュアみたいなこと。ったく、本気で狙いやがったな。当然だ、今の俺はスリー・オブ・ソーズ、エース・オブ・ソーズのパートナーとして邪魔者を排除しに来たんだからな。スーちゃん、驚いたぞナーディア。あの時俺たちの前に現れたのは、正直お前にはできないと思っていた。俺と一緒にエースにつくことも、俺を自分の手で止めに来ることも。2年前に一緒に行動した時に、あなたたちの事情はあらかた知ったわ。あなたがずっと抱えていた元相棒への罪悪感、その心の隙間に侵食を受けたということかしら。いいや、これは俺自身が選んだことだ。あのネメス島を訪れた初日の深夜、彼がコンタクトを取ってきた時点でな。あの夜、眠れずにいた俺はナーディアにも黙ってヴィラを抜け出し、浜辺を歩いていた。そんな時、突然俺の目の前にラピス、いいや、アルテラが現れたんだ。俺は飛び去るあいつを追いかけて、その先ですでに島に来ていた彼が待ち受けていた。俺を改めて自分たちの仲間に引き入れるために。生きているわけがない、殺したのは他でもない俺自身なんだから。だが彼に素顔を見せられて、話せば話すほどエースそのもので、頭では分かっていても拭いきれなかった。彼だという実感を、かつて俺を支えてくれた頼もしさ、懐かしさ。だから俺は選んだ、彼と共に行くこと。彼の目指す理想が何であろうと、最後まで隣で支え見届けること。そう思った次の瞬間、赤黒い何かが入り込んで、その夜の記憶は完全に封じられたんだ。翌日、あんたたちを、ナーディアを最適なタイミングで裏切る、その瞬間まで。スウィン君。初日の時点で島に来ていやがったとはな。いや、考えてみれば当然か。あの時、破壊とつながってやがったなら。その上、記憶封鎖まで何の予兆もなかったのは疑問でしたが。巧妙に仕込まれていたのね、第八のゲネシスの外郭を奪うための段取りを。全てはガーデンマスターの野望を叶えるために。それでいいんですか、スウィン君。それがどれだけナーディアちゃんを傷つけるか、あなたは分かっているんでしょ。ああ、もちろんだ。
だが彼がエースであり続ける限り俺のあり方もまた変わらない。それが俺にできる唯一の償いだからな。侵食によるブースト。でもこれは今まで侵食を受けたどの連中よりも。本人が意識的に侵食を受け入れたがために最大限にその力を発揮できるわけか。どうやら本気みたいね。そして今までと違ってつくべき矛盾がない。突き崩すのは難しいかな。そんなのって。大丈夫だよ、あーちゃん。なーちゃんがやることは変わらない。スーちゃんを絶対に取り戻すだけ。そのためだったらスーちゃんとだって戦える。きっとそれが最高のパートナーだから。だから手を貸して、バンさん。あーちゃんにレンちゃん、他のみんなも。アーディアちゃん、わかりました。こうなったらとことん付き合ってあげるわ。曲がりなりにもあなたたちの友人として、そして学校生活の先輩として。スイン、お前も示せるもんなら示してみやがれ。過去の罪を償うだけじゃねえ、てめえを思ってくれる今の相棒に恥じることのねえ筋ってやつをな。上等だ。行くぞナーディア、バンたち。超えてみろ、俺の食材を。ブーストチャンス、消えろよ。覚悟を決めな。バンダロイズライド。遠からぬものは元に聞け。つくよに舞う我が太刀は虚にして実。そこだ、奥義霊月一閃。あんたたちの覚悟はそんなものか。ブーストゲージが増えたぞ。行こうか、アニエス。チャンスだ。やっ、それおまけだ。バンさん、おまけだよ。そこだ、くらえ。見切った。うん、いい感じだね。このまま押し切る。もらった。まだ譲れない。少しは成長できたかな。少しは極みに近づけたかな。さすがだな、ナーディア。針と糸に一切の乱れを感じさせない。ようやく割り切れたか、俺を倒すべき相手として。割り切れるわけないでしょ。それでもナーちゃんは戦うの。絶対に取り戻したいから。最後には笑って二人でラーちゃんを迎えるためにも。ナーディアちゃん。おい小僧、てめえいい加減目を覚ませや。いつまでも相棒にこんな顔させてんじゃねえ。そうです、これ以上戦う意味なんて。ただの言葉で俺の信念を揺るがせるのは不可能だ。悪いが、この場は引かせてもらう。スインくん、スーちゃん。
ない？撤退したみたいね。うん、あくまで一時的なつもりみたいだけど。ああ、だがこの距離ならすぐには追いついてこれないはずだ。大丈夫か？たく、大切な女の子を泣かせてんじゃないっての。うん、大丈夫。今は前に進もう。元凶を叩けばスーちゃんも。ナーディアさん、道理だな。あくまで最終目標が侵食の阻止である以上は、庭園の主と第8のゲネシス、そして赤黒い魔装機、大元となっている彼らを止めればきっとスウィン君の侵食も。ならば今は一刻も早く前に進むべきでしょう。もたもたしてるとアシェンへの侵食が始まっちまう可能性もあるしな。スウィンが出てきた以上、庭園の主のねぐらはそう遠くねえはずだ。最後まで気合を入れて進むぞ。しかしあの小僧、敵に回すと厄介なもんだな。失礼な。スーちゃんはいつでも強くてかっこいいんだよ。から元気ね。それでも前は向けているようだわ。敵の数段、厄介ですね。あい、脅威どこ、警戒しよう。お宝はそこだね。よし、道がつながったな。
警戒していたけど、彼の奇襲はなさそうだね。ああ、油断はできねえが、奴のところにいるのかもしれねえな。お、宝箱だな。覚悟。この先は明らかに空気が違うわね。待ち受けているのでしょう、諸悪の根源たる庭園の主が。随分と手こずらせてくれやがったが、今度こそこの繰り返す悪夢を食い止めてみせるぞ。まさか侵食を始める前のこのタイミングで乗り込んでくるとはな。さぞ無様にあがきながら3日間を超えてきたのだろう。よくやったものだと褒めておこうか。現れやがったか、第八のゲネシス。それにあのコートの人も赤黒い魔装機。まさにこの場所から侵食を行っていたってわけだね。ああ、その通りだ。よくぞここまでたどり着いた。裏解決屋にその他の者たちも。やはり以前よりも。あなたたち本当にしつこいわ。優雅でも美しくもない。何度も何度も失敗して倒れて、なのに諦めずにこんなところまで。そんなの当たり前だよ。
大切だから、ラーちゃんもスーちゃんも。だから意地汚くても取り戻すの。なあちゃんが欲張りなのは知ってるでしょ。待ってて、すぐにそこから救い出すから。もうそんな人にいいように使わせないためにも。やれやれ、ナーディア、もう兄とは呼んでくれないのか。せっかく再会できたのに、俺にとってお前は全てだったのに。これ以上ナーディアちゃんを惑わすのはやめてください。それだけじゃありません。たくさんの人を侵食して犯すはずのなかった罪を負わせて傷つけて、これ以上ゲネシスは、いいおじいちゃんが残した大切な遺産をそんなことには使わせません。犯すはずのなかった罪か。それはまたおかしなことを言うものだ。あれは彼らがもともと犯しかねなかった罪。私は背中を押したに過ぎない。踏み外したのはあくまで彼らで、君たちだ。違うかな。それは、ち、散々好き勝手やっといて、どの口がほざきやがる。不思議に思っていました。なぜこのような事態を起こしているのか。一つ一つの事件の核は個人的な事情、あくまでそれ単体で完結していた。それがガーデンマスターの目的にどう論理的につながるのか。侵食し歪めること、それ自体に意味があったってことかな。おそらく最も本質に近いのは3日目に発生したクーデターでしょうね。巧妙に心の隙間をついたそれまでと比べて、大規模かつ裏技めいた侵食が行われたのだったが、俺たちに4つのゲネシスを奪われた末にとったなりふり構わねえやり方。おかげで少しは近づけたみてえだな。うすら笑いで覆い隠してきたてめえの真実に。別に隠しているつもりはないがな、私の崇高なる目的に無知蒙昧な愚人ごときがたどり着けはしない。それだけの話だろう。崇高なる目的、そういえば言ってやがったな。誤った歴史を塗り替えるとかなんとか。わけのわからないたわごとを。ああ、当然理解などできまい。この100年間、偽りに彩られた歴史を歩んだ。いや、歩まざるを得なかった哀れで愛しい民たち。その幻想を今こそ打ち砕き、この私が導く。我が波動を阻むというなら容赦はしない。さあアルテラよ、今こそ役目を果たせ。赤黒き獣の雄たけびをもって新たな夜明けの始まりを告げるがいい。シャード侵食ブルート・ザ・グレール。お前ら。はい、侵食をここで終わらせるためにも。これ以上お兄ちゃんを怪我させない。今こそ取り戻すからね、ラーちゃん。シャードを警戒するわ。夜明けの時は近い。